こんにちは、新橋です。時あそこです。よろしくお願いします。おきれいです。はい、まあいつものようにあの左から矢の時大きいって並んでますけど、ね、並んでますね。今日はこの由来について話しましょう。由来ね。ああそう、一応あるんですよね。一応あるんですよ。で僕から話していいですかね。あ、どうぞ。まあ女性に限らずですね、二、はい、人で歩くことってのはまあよくあると思うんですけど、だいたい僕はこう左側にいないと落ち着かないっていう感じ で、まあ、逆に僕は人の右にいないと落ち着かない、なんか矢野さんと一緒に歩くときは都合がいい、だいたいこういうね、うん、で、時さんはね、まあ私は何でも構わない、何でも構わないっていうね、うん、だから僕が何でも構わなければ、もう僕がここにいたわけですよね。新橋ですっつって。ね、でもなんか、矢野さんと歩くときはそういうふうにさ、うん、あの矢野さん左、俺が右だ。で、時と歩くときってさ、それは時はどっちでもいいからさ、うん、時は右に来たりとかすると、俺がこう行って、うん、ね、みたいな、割とそういう現象が起きたりとかするんだけどね。割とほら、だから僕、左側にいたい、まあ見てる人から見れば右ですけど、左側にいたい人同士で歩くと割とこうなるよね。あれはすごくこう都合が悪いというね。昔友達とそういうことが ありますね。それで喧嘩になりかけるっていう。喧嘩良くないですよ、ね、お前なんでそんな近づいてくるんか。広島時代だと思われますけど。それ右利きとか左利きとか関係あるんですかね。あんのかね。矢野さん右利きだよね。右利き、時は私右利きです。俺がもともと左だったからって関係あるのか。手つなぐときに右でつなぎたい、左でつなぎたいとかじゃないんですか。俺だからそういう、そういう意味で言えばこう左で、いや僕はつないだことないですけど、左でっていうのは多分おそらくありえないなという気がします。つないだことないけど。ああ俺でも俺もつないだことない。ちょっとあるけど。あ、そう、ちょっとあるんだ。ちょっとあるけどやっぱ左手じゃないとやっぱ落ち着かない。ああ、そう。うん。なるほどね。ゴルフは右手を人に預けないけどね。うん、あ、まあいいんだけど。デューク。デュークね。うん、ちなみにあの、アルバムジャケットの裏でさ、うん、3人の足あるじゃん。うん、はいはい。で、あの、あれも右に俺がいて、うん、まあ、大きい時矢野になってんだけども、うん、あれがなんでか知ってる？え、要は一緒なんじゃないの？そうそう、うん、で、あれがなんでああいう配列になったか知ってる？いや、わかんない。あれね、あの、その時の写真が、うん、時は割とまっすぐに、あの、食卓の写真だったよ、はいはい、時は割とまっすぐにこう食べてて、うん、矢野さんがちょっと寄ってんの、あ、で、俺はちょっとこっちに寄ってんの、はいはいはい、で、それでデザイン上それがこうなったら美しいだろうつってあの並びになったんだよ。なるほど、うん、まあ、以上由来なんですけどね。はい、という懐かしい話も、はい、うん、含め、まあね、あのそれぞれ落ち着きのいいところあると思うので、あの皆さんそれをあのラブシングを聞きながら、はい、探していただけるといいかななんて思います。ではまた来週、新橋でした。こんにちは、新橋です。時あさこです。矢野ひろやすです。沖れいじです。というわけでね、こちらは2週目なんですけど、こちらは、レコーディングスタジオのロビーです。リラックスしてますが、まあ、なんでこんなところにいるのかというと、あのまた新曲のレコーディング。そうですね、新曲を、撮ってますね、はい、やってるね。やってますね。あの働いてるね。働いてますね。矢野さんこの間だってあれじゃん、水本明さんの、あ、まあなんかちょこちょこやってるんですけど、ちょうどプロデュースしてみたりとか、まあいろいろね、時さんもなんか歌ったりしてますけど、ね、FM コーラスとか、そうですね、JB と共演しましたよ。あ、マジ？ジェームスブラウンですよ。ね、すごいねそれ。聞いてなかった。本当？知れませんでした。全然聞いてない、聞いてない。ジェームスブラウンと一緒に歌ってきましたよ。え、それ JB はそこにいるの？いや、いるわけない。JB の人形ならありましたけど、あ、そうすか。あの、リミックスなんで。JB をリミックスしたの？そうです。入ってるのは、うん、あの JB の声と私の声と、うん、あと宮川ダンさんの声が入っていて、で実はうちの父親も昔、はいはいはい、JB のそのあのゲロンパの CM あったじゃないですか、はい、ゲロンパじゃなくてゲロンパ、そう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 、味噌っぱ、味噌っぱ、味噌っぱであの一緒に共演してるんですなのでこう、あ、味噌っぱ君どうじゃんってなる、そう、2代にわたりすごいね。 あのね、もうお父さんの話出たから、
あれですけど、どっかでチャガカーンとすれ違ってチャガカーンに声かけられるお父さんですからね。トキでしょって。トキだろってね。怖いよね、道端でチャガカーンに。ねえ、チャガ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 ーンですよ。そういうね、外国人の友達とか基本的に僕ら男いないので、うん、私もいない。ましてや外人と共演なんてありえない。本当にない。本当にないね。ないですか。あ、でも俺あれだ、俺また FM の話、うん、ボブドローと共演。ボブドロー、ね、ね、ボブドローにジェームスブラウンっていう、ね、すげえ。あ、僕もありますね。10年ぐらい前にね、インチキファンクバンドをやってたんですけど、はいはいはい、そこに不良外人が一人ですね。ラッパーとして。その話知ってる。ラッパーとしてね、はいはいはい、で、あの彼は日本でなんか、僕矢野なんですけど、ヤニって言われてたんですけど、ヤニって、俺は東京でクラブを作りたいんだ。クラブ、あの、クラブじゃない。クラブ、クラブね。クラブ、いわゆるクラブを作りたいんで、あ、そうなのっつって、で、当時その機材をね、女のローンで買わせるような外人ですよ。でね、バラしてそれで、それで、で、うん、その彼がですね、あのクラブを、まあ普通だからさ、日本人の考えだとお金貯めて、うん、物件探してとか、なんかその辺から始めるでしょ、うん、彼はスピーカーから買ってましたね。クラブのスピーカーだからこんなでかいやつだ。あ、そうそう、あの業務用のこういうさ、なんかこう冷蔵庫とか、あのくらいあるよね。まあだから、だからそういうね、まあ彼が黒人代表ってわけじゃないですけど、R&B とかヒップホップとか聞くと、黒人には違う未来が常に見えてるなって俺らとはね、思うわけですよ、うん、なんかで彼も違う未来を見てるんだなっていうね。今何してんの。いや、知らない。知らないですけど ね。スティーブ・ハリソンって名前、もう嘘みたいな名前。っていうか、黒人の名前じゃないよね。なんかね、ちょっと、ちょっとイギリス系だよね。ね、ちょっと、白っぽい名前ですけど。スティービーだ。スティー、うん。まあ、そんなね。まあ、友達は大事にしようという。世界はね、一つなので。世界は一つなので。うん、友達で。まあまあ、それ。働くシンバルズの話だったんだよね、そうですね、ね、あ、まあ新曲も撮ってます、新曲撮ってます、あの、どんなですか新曲は。どんなですかね。まあまだ途中だからね。でもいい予感はするけどね、うんうん、なんかまた時の新境地が、うん、あの、それがちょっと僕今回楽しみで。ちょっとすごいすごいよ、うん、まだわかんないですけどね。いや、でもそうだろう、あれは。これから撮りますが、はあ、まあ楽しみにしてください。今日ドラム撮った、ね、うん、いっぱい叩いてたね。なんかああいう姿を見たの久しぶりです ね。打ち込みばっかりですもんね。サインとかじゃね、叩いてないですから、ね、あの髪がこうなってるのは、こうヘッドホンでこうなってるから。だからリアルな姿をね。なんかみゆきみたいですね。みゆき、みゆき、みゆき、みゆきって誰。あの二人のみゆき、あの鹿島みゆきの方が。そうそうそう、あ、漫画、髪型が似てます。若松じゃない。あ、なるほどね。みゆきっぽい。みゆきは、あの、最近あのコンビニリマスター版が出てるので、 あれはおすすめ。みゆきの M。 じゃ あ、 あの、まあ、今回矢野さんみゆきということで、はい、はい、じゃあ以上シンバズでした、はい、こんにちは、シンバズです。時あさこです。矢野ひらしです。キレイジです。さっきごめんね。え。仕事上でいさかいがあることもあります。あ、ね、こういう時は謝りやすいので待っておきます。こちらこそすいませんでした。お互い気をつけよう。仲良くやろうね。そうですね。矢野さんもね。喧嘩してましたからね。ぶっちゃけさっき。あ、でもそういうのがあると仕事っぽいよね。あ、まあ。すげえリアルなんだけどな。これがこう全世界にね、流れるわけですよ。インターネットですね。世界ですからね。世界、世界が承認だよ。仲直りした世界ですよね。素晴らしい、本当に、うん、まあそれはそうと、うん、最近何食べてます
食べ物いや、まあね、食べ物、食欲の秋と言いますか、ね、一人鍋をしたね、うん、寂しいねそっち行くんだ羨ましがらんと思った寂しいよね一人ってつくとね一人鍋いいぞ何でもそうやけど一人なんとかは全部寂しいよやっぱりだってさ言葉具とかさだって自分の好きなものしか入れなくていいしさ、うん、でなんか自分が好きなだけ食べていいしさ俺一人鍋は結構去年も結構やったけど今年もついに始まったってじゃああれだ、うん、その一人で買い物行って一人で調理をし一、うん、人で、うん鍋を用意してこうそ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 うポッてこう昆布とか入れて一人で食って一、うん、人でこう片付けて喧嘩売ってでお腹いっぱいになって一人で寝ちゃうんだ最近寝るの早いからねもうね、うん、ほんとねなんか一月ぐらい朝7時ぐらいに起きてるっていう話でね、うん、まあ別にそれ笑うとこじゃないと思うんですけどやっぱりちょっと割とミュージシャンミュージシャンじゃんミュージシャンじゃん俺たちみたいな、うん、それでさ早起きするとさいい曲できたりするの？いや、いい曲もできるうん、でさなんかでも早起きするとさ普段ミュージシャン生活うん、昼ぐらいに起きてみたいな生活してたら、うん、なんだろう、ありえないっていうか気づかないような物事に気づくことがあるんだけど、朝の8時ぐらい、うちの近所に警察署があるんだけど、うん、朝の8時、なんかちょっと前か、なんか外で大きな声で叫んでる集団がいるな。日本語？いや、うわーみたいな。いるなって思ってたらさ、で、最近なんか、それで、朝早く起きるじゃない、でたまたま近所のなんかファミレスに行った時にその警察署の近く通るんだけど、そこの窓からさその声が多分剣道のこういうのとか、ね、柔道のこういうのとかやってるんだと思うんだ。あ、なるほどね。ただでもそれすごいうるさくて、なんかそのやってるのが多分7階ぐらい運動場っていうか体育館が7階ぐらいあったりするんだろうね、でそれでさ近所中にそのなんか警官の怒号が響くわけ、でこっちはこっちでさなんか朝ごはんも食べたし、ね、おじや食べたから曲でも作ろうかって言って、なんか秋だから気持ちいいし窓でも開けてさ、とかって思ってんのにさ、録音はできないねできないね怒号が入るからねでね、なんかそれはほらほら近所迷惑のことがあったらさ、普通110番とかやんじゃん、あれで、うるさいんだって言ってもね、うるさい張本人がね。ねえ、であれはちょっと今うちの近所で困ってることですね。困ってるというね。朝早くから大きな声は出さないでほしい。なんかこう朝早く起きるとこうやれやれ一日が長いだとかね、やれお得だとかやれ健康的だとか言いますけど、ちゃんとそういうね負の部分もあるわけでね。まさかそんな負がね。もう本当に大きな声だよ。ああ、まあそうだろうね、成人男性が ね集団で集団で、まあそんなことがありますけどね、まあでもいいことですよ、朝起きてる？朝はちょっと遅いね。朝ではないけど朝ではないですか。まあ午前中に起きるように。午前中マストだね。全然違うね。まずさ光が違うからさ、それでなんか考えること違うよ。朝起きおすすめ。この間矢野さんに電話したら、次の次の日に今日起きたって電話しました。今日ありましたね。矢野さん寝るよね。そう、ね、なんかでもあれだよね、寝ないことよりも寝ることの方がこうイコライジングされて伝わるよね。寝てない時だってあるんだけどね。まあね、まあそういう感じでね、秋はこう何やるにもいいですよ、寝るのも ね鍋の話とか最初してたましたけど、食べるのもいいので、ね、運動も運動も、ね、芸術の秋とも言いますから ね何だっていい、いい季節になりました、じゃあ皆さんもいい秋を、ラブジングルを聞いて、過ごしていただければなって思います。はい、以上、シンバズでした。
こんにちは、しばです。時安です。矢野ひろやすです。ほきれんです。笑ってますけど、ね、髭が伸びてる。髪が短くなってるもんね。小ざっぱりいこうと思う。だからこう相対つうか、まあ、トータルでは、うん、ちょっと変わってないんだけど。何それ。いや、髪切った時になんか近所で切ったんですよ。はいはい、やったらいや、まあ、もう本当簡単なんですよ。そうね、あんまりこうね、リクエストしなかったわけ、ある程度お任せにしてたら、非常にその美容師の人が無造作って言葉をやたら使いますね。あ、じゃあちょっと無造作っぽく、超えると無造作っぽくなりますからとかつって、で最後にちょっとさ、あのなんかセットとかするじゃん、なんかで、こうヘアクリームこう透明になるまでこうとか言って、でまず軽く乾かして、最初こうやると無造作に無造作ってなんか意味違くねみたいな。それすごい造作だって。そう、なんかね、そう、まあまあ今は本当無造作なんだけどね、なんかそう無造作ばやりなのかなとか思ってですね。ちょっと俺もちょっとね、最近無造作が過ぎてさ、今は無造作ね。すごい無造作。本当見ないでこんな話を。もう本当今家で最近曲作ってる、ご飯の時以外本当外出ない生活してる。お風呂はちゃんと入ってるけどさ、ちょっとさ、俺はちょっと無造作が過ぎるかな。いやでも分かるんだ、なんかこう無造作、うん、造作が3つぐらいあると何か1つはやっぱ無造作になるじゃん。やっぱり曲って造作じゃん。造作作れ無造作に曲とか作れたらいいけどさ。いやでもさ、なんか最近もうほんとすぐガーって作曲モード入ってるとさ、夢の中でも曲作っててさ、で実際それが使えるものになったりとかするんだけどさ、ちなみにここはビクターで、さっきデモをちょっと皆さん、メンバーの皆さんとビクターの皆さんに聞いてもらいましたけども、あん中にも夢の中で作った曲があるんですよ。でもあれ、よく覚えてるもんだね。いや、起きる。起きる。うん。で、起きてすぐ仕事部屋行って、マック立ち上げて、って感じ。あの起動時間でムカつくけどね。3分ぐらい感動します。ラーメン食えちゃうの。ね、ちょっとそうなんだよね。で、なんか、まあそれでいい感じで曲ができてきてるからさ。かつてなく今曲作って楽しいんだよね。ああ、いい、いいわ、ね。無造作にできた曲もあるし。なんかこう、まあ、当然今日一言も喋ってない。なんか喋ってない。どうぞどうぞ。喋ってください。喋りすぎちゃうから。次はどうですか。え、ゾウさん。ゾウ、今日もゾウさんですよ。今日もゾウさん。口使ってない。いや、笑って言うから。高校の時にチャリンコで通ってて、朝シャンプーする風習って多分80年代入ってからのもんだと思うんだけど、朝シャンって言葉があったように、その風で乾かすってくる女がいつもいて。そんな風じゃないですよ。そんな風ないと思う。だから濡れてんの、いつも朝。こうやって。そう。あ、でもさ、あれだよ、髪はだって、ドライヤー使わないっていう女の子、僕2人知ってる。私もあんま使わないですけどね。あ、そうですか。いや、そんなことして俺の話がつまんなくなっちゃう。あ、え、珍しいんですか。あ、君も。あ、うん。すいませんね、なんか。あ、音楽に関して言うとね、また戻しますけどね。まあ、造作の中に無造作が散りばめられてるような、いい音楽ですね。やっぱりね、なんか、造作がね、無造作が根っこになって、で、それでなんか、それをなんか形にするための造作だと。で、もう最初から造作、造作、造作、造作。それは寺井だね。ね、ちょっとそういうのは良くないね。まあね。そういうのは避けた方がいいです。コトロックバンドではね、ちょっとそういうのはね。俺の魂。リアルじゃないですか。リアルってロック用語だよ。リアル。
いやね、まあそんな、そんな日々を送ってる、はい、12月の僕たちですね、わけなので、まあ、とりあえずじゃあ、時さんに締めて無造作な感じで、また来週こんにちは、しんばらです。時あさこです。矢野ひろしです。時れいじです。ね、もう12月も半ば、半ばね、うん、このコメントも早く5回目ですからね、うん、5回もやってる、5回もやってる、うん、毎週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 ちょっと申し訳なくも思ったりしてねなんかこんなんでいいんかなとか思いますけどね。自分ちで見たことある、あるよ、ある、あるあ、俺あるよ、うん、見たことないから、ど、うん、どんな微妙な空気が流れてる。あ、そう、うん、まあ、よくも悪くもね、あ、なんかさ、世間話してるのってあんまりなんか、まあ、そう ね人に取られたりとかしないからね、うん、時見た、見ましたよ。どうだった？なんか隠し撮りって感じですね。隠し撮りあ、テレビのなんか素人さんが出てきて、なんか隠し撮ってる感じの空気に近い。ああ、なるほどね。あ、昔さ、あの、ラジオやってたじゃん、番組、うん、FM で。でもあれはこんな感じじゃなかった？そうだね。基本的に、うん、だ、基本的にまあ、あの、素というか、だらしない。だらしない感じ。多分素とはいえ、2割増しぐらいにはなってるとは思うんだけど、なんとなくね。なんとなくこっちをちょっと意識してるでしょ、多分。ちょっとかっこつけたりね。まあ、12月の半ばというと、まあ、世の中忘年会とかのシーズンが、うん、まあ、もうそろそろ終わるとか始まるとか、真っ盛りでしょ。真っ盛りとか、うん、そういう頃なんですけど、うん、どうですか、今年は。まあ、締めるか。うん、まあ、もうちょっと、まあ、来週もあるからね、あれですけど、まあ、今年は、まあ、アルバムも作りましたしね。ただ忘年会って忘れることはないと思うんだよね、俺。あの、なんか、うん、もし、むしろ、そこになんか、忘れないの反対って何？覚えとく？何？刻む？とか、そういう言葉の方がなんか綺麗だなと思って、なんかだから、1年のね、こう、大晦日から、新年になるっていう区切りで改めてっていうのは悪いことじゃないと思うんですよ。まあそれもたかだか1年の1日とも言えないと思うんですけど、だったらなおさらさ覚えとけよ、覚えとけばいい、いい、それでなんか人間なんてね、こう都合いいことしか残んないじゃん、基本的に構造上さ。なんでこう1年せっかくこういうタイミングなのでみんなこう覚えてたらいいんじゃないかなとか思うんですけど、あれだよね、コンピューターの好きな矢野さんだし、うん、覚えておいてほしい、そう、忘れないでほしい気持ちっていうのは、うん、あとまあなんかね、あの、まあ、この中じゃ俺とか特化ですかもしれないけど、うん、記録するのが好きでしょ、うん、なんか記録するのも好きだし、記録させるのも好きだ し、うん、好きだし、こう日記とかつけないくせにさ、うん、なのでまあね、こう今年終わりますけど、今年ぐらいからでもいいんで、皆さんいろいろなことを覚えておいた方がいいんじゃないですかね。なんかね、この間あのほら、あの僕の親友松村君と、うん、あの電話で話しててさ、あのとりあえず新しいマック買ったらみんな日記つけるよなっていう話を。俺つけない。つけない。時は。いや、つけたことない。あれ、あ、そうなんだ。みんな日記つけるんだと思ってさ。そういうのつけてたよ。うん、やってるの時々何日ペースぐらいやってるんですか。最初毎日やってたよ。やってたよね。今2ヶ月にしてるぐらい。あ、いつからやってたっけ。サインの前ぐらい。サインの早田のサイン作ってる頃。作ってる頃。あの頃の日記とか、なんかいいよ。なんかもう早田のサインができていく様がさ、もうこと細かに書いてあってさ、もう自画自賛大会でさ。ああ、いいね。うん、いい曲だねとかさ、まあほらコーラスが綺麗だねとかね、コーラス結構いっぱい重ねたからね、楽しかったね。ビートルズとかさ、そういうこうレジェンダリーなバンドだとそういうのあるじゃん。はいはいはい。あ、なんかレコーディングセッションみたいな、誰それがピザ食ったとか、まあどうでもいい。大事じゃん。意外とだからそれもまあ、ね、記憶というか。いやでもね、やっぱ取っといた方がいいね。あのその1年半前じゃん、その早野さん作ってるのとかさ。そうね。ね、あれをさ。
今読み直してみると、ああ確かにこんな気分だったこんな気分だったって思うのよ。でその時の窓の外の風景とかも思い出すの。はい、なんかあのそれ日記読まなければ多分僕一生思い出せなかった嗅覚だったりもするけど、なんかうん、いやマック買ったんだったらみんな日記をつけようっていう、うん、話でもあるんだけど、ちなみにあの今日はあの僕の親友の松村君のお子さんが生まれました。ああ、おめでとうございます。ね、おめでたい。うん、すいません、私事ですけど。いやいやいや、もうおめでたいです。全世界に、ね、うん。インターネットを通じてね。うん、まあまあ、そういう感じですかね。俺のせいだね。いやいやいや。まあ、めでたく終わったことだよね。めでたいってことでね。うん、まあ、来週もさらにめでたい、はい。そうですね。ということで、はい、じゃあ以上、柴田でした。メリークリスマス。こんにちは。シンバルです。トキアサコです。ヤノヒレンです。オキレンです。そして、ヤノさんお誕生日おめでとうございます。申し訳ないんですけど、ありがとうございます。イエイ。イエイ。本当思うんだけど、人からイエイって言葉を取るとね、本当間が持たない就職って多いと思うんだよね。前から言ってるよね。戦後ね、日本に輸入された言葉でいろいろあると思うんですよ、うん、インフラとかさいやデフレとかねいろいろあると思うんだけどイエイって一番大きい輸入した概念だなと思って、例えば DJ とかのこういう、まあ、クラブのイベントとかあるじゃないですか。でイエイを言うなって言ったらもうみんな困るでしょわしょーって特に矢野さんイエイよく言うからね。どんな感じで言う、あの、まあ、帽子はイエーイとか言う人もいるじゃないなんかレースを引いてらっしゃる尊敬する方とか、はい、まあね、矢野さんは割とイエイ、あイエイ、短い人もいるよね高い声でわかんない、おきぐがよく真似してたイエイそれわかんないよ、わかんないと新人類新人類だよ野球選手もそうだけど体型違うから75年ぐらいの人ってああそう、うん、違う、うん、明らかに違うね。だから松井とかあのもうアメリカ行っちゃうあのジャイアンツのいるでしょ、はい、とか古いのよちょっと。ああいやでもなんかそれは分かるな、うん、年齢はまだ比較的若いんだけど、じゃあ、 あのイチローはちょっと新しくない、なんかそれは分かるね。僕の好きなロッテのサブローってのもね、いい名前でいいでしょ。サブローだけなんですか。サブロー。名字はないです。なんだっけ。サブロー。なんだっけ。そうサブローって書いてある。体型も違うしね、あの考え方も、考え方とかなんかちょっとノリも、うん、ノリも違うんだよだから。街とか歩いててさ。ほらそろそろ自分がオールドスクールの方に入り始めてるなっていうのは、でもなんかコンビニとかですね、学生とか見かけたりとかしても思うよね、うん、あるでしょちょっとなんかすでに、うんうん、だからね、うん、ちょっと頑張ってかなという、ね、32歳大木君がとか3か3だよね33半年すれば俺を見ようんだからさ、すごいね、34すごいでしょ、うん、各いう時も今いくつよ。27、あ、6。で、来年7。3月で7か。7の学年です。最初会った時18歳だったもんね。だから、おきいさん、最初会った時24だったんですよ。そうそうそう。だから、あれから10年。あ、10年も知ってたね、ここはね。で、矢野さんも8年ぐらい。8年。最初会った頃、矢野さん21とかだったんで。そうそうそう。変わったかな、俺。なんか変わったかな、なんかは。置いてきちゃったもんなんだから20代にじゃあなのでまあ良いお年をですからいいかまあおめでとうっていう、 ありがとうございますあの、ね、30代忙しいからネット見てるんですよね、まあ、でもよかったよかった、まあ、僕らもこう鋭意アルバムを制作中ですので、頑張ってます、
ね、バカな話ばっかりしながら、まあ休み返上に近いノリでやってますんでね、交互期待という、すごいですよ、今回、どうですか、なんか一言言ってしたら、来年、もう、なんとかって言ったらいいか、来年はもっとすごいぞと、そんな感じ、そういうことを言おうと思ったんですか、なんかこうね、まだ今年がありますからね、ちょっとあれですけど、本当に、交互期待ですね、同じこと言ってじゃあね、まあ、2003年に会いましょうってことで、はい、以上、新聞でした。